さあということでございます。すごいメントわーわーわー、マジか。あれあなたたちあのエキシビジョンバトルで3対2でやったんじゃないの？さっきやったばっかやん。また俺またもうすごいね、やっぱり勝ち上がってきちゃうんだね、ここら辺が。さあということで思う存分戦っていただきたいと思いますが、まず4人の中のジャッジなら大輝がまず1試合目休んでいただいて、こちらの3名のジャッジに見ていただくということになります。よろしくお願いいたします。さあ回していただけるのは DJ サチオ、よろしくお願いいたします。 DJ サチオ準備はできてますか？ Are you ready? いきますか？ありがとうございます。さあ、それでは行きましょうか。マスターピース、クルーバトル。この2チームの戦いがやばいぜ、見たいぜというやつは声出してくれー。行ってみよう。一瞬たりとも見逃すな。目に焼き付けろ、8分間。バッドクイーン VS、優勢と不愉快な仲間たち。レディーゴー！Symptoms persist, you come to see me, a doctor, no. But I'm certified in the art of making vibes for your lives, and I love to do it. As long as I can breathe, I'ma speak. No, I hear you. 'Cause music is a universal language, and I use it to share my thoughts and spread positivity. 'Cause there's no need for negatives in your life, see. That's 15 bars so far. If you're happy, not an enemy. All right, Jimmy. Not an entity, not an end, the remedy be doing its job. It's a 1, 2, 3, 4. It's a 1, 2, 3, 4. Not an end, the remedy be doing its job. It's a All right!
10秒ありましたし、2人でここまでやるってのもとんでもねえなと思いますけれども、さあ大輝はただ楽しんで見ていたということですけどもね。さあやばかったですけれども、さあ一体どっちが勝って決勝に駒を進めるんでしょうか。さあそれでは3人のジャッジにお聞きいたしましょう。バッドクイーン VS 流星と不愉快な仲間たち、両チームのうち決勝進出決めたのは3、2、1、ジャッジバッドクイーン3本全部持っていきました。すごい。もちろんこの5人ならではのヤバい戦い方を見せてくれたぜ。優勢と不愉快な仲間たち、この5人にも大きな拍手。いやーこの5人をもってしてもね、2人の突出したスキルってことなんでしょうか。さあそれでは続いての